11時49分になるところです。東京有楽町日本放送の制作でお送りしています、アッコのいい加減2000回。今週は柿花アナウンサーがお休みのため、スタジオにはカンニング竹山さんをお迎えしてお送りしています。はい、よろしくお願いします。お願いします。渋谷区のラジオネームハプニングは楽しまなきゃさんから、はい、今日は竹山さんなんですね、はいはい、アッコさんとの思い出トーク聞かせてくださいといただいてます。何トークですか？思い出トーク。思い出トーク、もう良い思い出です。いやいや、それもいろいろいろんなパターンがいっぱいありますよね。どう、思い出っていや、いっぱいありますよ。飲んでる時もあるし、旅行行ったのもあるし、ね、テレビの本番とかもあるしっていう、パチンコ屋一緒に行った時もあるし、パチンコ屋、ね、屋さんにお二人でいらっしゃると黙々と二人で打つんです。いや、だからこれよく話す話ですけど、パチンコ屋さんで待ち合わせしたんですよ。そう、いや、アッコさんと飲もうっつって、そう、アッコさん何やってるんですかって言ったら、夕方ぐらいパチンコ行ってるからパチンコ屋来いよって言って、あ、じゃあそこで待ち合わせしましょうっつって、そうそうそう、渋谷に行ったのもありました、みんなで、うん、で僕は別のところで待ち合わせして、六本木だったっけ、赤坂ですよ、赤坂だって、赤坂ここのパチンコ屋で売っとるからっつって、うん、あ、じゃあ4時頃行きますわっつって、一体いないの、アッコさん。電話するけど出ないし、パチンコ屋さんだから、はい、音が聞こえなくて、いやいや、それと出たら私の声バレるから、あ、いや、要するにいないってことは変装してて溶け込んでたってことです。なるほど。それお店の人が僕見つけて、うん、怪しく思ったんじゃないって、竹山がうろちょろしてるから、うん、で、たらアッコさんですよねって言われて、あ、そうそうそうって、あ、こちらですって連れてってくれたら、黒ずくめのおじさんがいたのよ。それアッコさんが、それでそういうのもあるし、もう私は全然ついてなくて、竹山行くぞっつったら出ちゃって、出ましちゃって、そうなの。だからもう一番その時が一番楽しくないパチンコですよ。早く で終われ終われと思って出るから。せっかく出てるのに。ね、でそういう時はやめさせられないからね。ね、あくさん待ってくれてるし横で。そういうのもあるし、はい、家でよく昔はお正月とかね、はいはい、暮れとか、あと。結婚、うちもそうなんですけど、結婚してんのに、結婚してんのにって変だな、結婚してるけど子供はいない夫婦の会とか、 そうそう、ね、それとか、いいやつなのに一人とか、一人、松村とかね、はい、島崎和歌子とか、サッカーの武田信弘とか、はいはいはい、そういう人たちと一緒にご飯食べたりするんですよ、うん、で、はい、2軒目家帰ったりして、で好きなもん食べてもらって飲んでもらって、私の昔の V 見たりして、最後って言うと竹山が必ず食器洗ってくれる、グラスとか、だから綺麗になんかね、癖になってやるんですよ。だから家事がね、嫌いじゃないけど、いや、本当に本当に綺麗だから、朝すっごい気持ちいいの。そうなんですよ、あれは本当にありがたい。まあね、そこでみんなで立ちながら片付けながら飲んだりいろいろしてて、そう、でも高いお酒とかはめちゃくちゃ飲ませてくれるんですよ。あこさん、これあげていいですかって言っても、うん、いやって言って飲ませてくれるんだけど、流しのところに菓子パンコーラなんだよ。菓子パン、俺まこさんの前で言うのもあれですけど、たまになんかパクるんですよ。それめちゃくちゃ切れられんの。酒パクってもそんな怒んないくせに、菓子パンパクってからめっちゃ怒るっていう。あれは夜中に食べるやつだから、私の。いや、だからね、なんだかんだっつって、濃いですよ。私ここの奥さんとも、もう自分では親友だと思って、差しで飲み行きますからね、 うちの妻と。渋谷で待ち合わせして、映画一緒に見たりして、うん、だからなんか思い出って言ってもね、そうですね、もうなんかいろいろありすぎて、兄弟、私は本当に兄弟、バカ兄弟って言ってるから、はい、いつも私が長女で大バカでね、で出川が小バカで、小バカ勝又で松村邦洋、そして竹山が一番年下だから、まあ、みんなのパシリ、はい、結果こんなに表出てレギュラーもいっぱい持ってるけど、みんなが「おい竹山お茶頼んでくれ」とかね、パシリ、まあ、だからもう身内みたいなもんですね。そうだね、なんかタレントの先輩とかそういうことじゃなくて、そう、身内みたいな感じですね。そう、よく、私もよくしてもらって、はい、今日も本当にね、はい、楽しくこうやってお送りさせていただいて、竹山さんありがとうございます。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。